きな空の下、僕らの奇跡、好きなの嫌いなの、甘くてとろとろに、今ここから聞いてね、それじゃそれじゃ答えて、いつも心にあったものは突然消えてたりするの、僕らここに来てみて、チョコレート、チョコレート、チョコママ今は、チョコレート、チョコレート、溶けないようにね、チョコレート、チョコレート、心の奥底、チョコレート、チョコレートパラダイス。ここに僕がいることだってきっと意味があるんでしょう、僕がいつだって答える、ここに来てね、チョコレート、チョコレート、チョコママ今ほう、チョコレート、チョコレート、溶けないようにね、チョコレート、チョコレート、心にあったものは突然消えてたりするの、僕がいつだって答える、ここに来てみて、私たち令和琴姫です。本日はよろしくお願いいたします。楽器フェア2020の配信をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。私たちが令和琴姫です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご覧の皆様は私たちのことまだ知らない人もたくさんいると思うので、これから一人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。ではまずはりさちゃんから。はい、子供が大好き北欧育ちの木瀬りさです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、メガネで覚えてください。タイ語が少し喋れます。サワディーカー、南ニコです。よろしくお願いします。イエーイ。好きな色はピンク。腹の中は黒。セクシー担当の宮崎鈴鹿です。よろしくお願いします。セクシー。はい、
七瀬ゆかです。お歌と狼が大好きです。ゴー、よろしくお願いします。お願いします。では次の曲はですね、私たち令和琴姫初めて演奏する曲となっております。みんな準備はいいかな？はい。すごく可愛い曲なのでみんなも歌ってみてくださいね。それでは聴いてください。とっとこ歌、ワンツーワンツースリの三層楽器製作所さんの楽器を紹介していきたいと思います。はい、それでは今からこのチェンバロをちょっと弾いてみたいと思います。素敵な音色ですね。チェンバロは15世紀から18世紀末頃までに主にヨーロッパの宮廷で演奏されていた古典楽器です。近年バロック音楽に使用されることが増えたこともあり、プロの演奏家や愛好家の間で注目されています。一台一台一貫して匠の手加工により製作されたチェンバロはバロック時代の優雅で豊かな音色を響かせます。それでね、スピネットチェンバロ、スピネットチェンバロというのは、スピネットというのは小さいという意味です。で、小型で持ち運びができやすいので、自宅のテーブルの上だったりとかクリスマスコンサートなどの小さなコンサートで使用される愛好家の方がたくさんいらっしゃるそうです。で、ピアノと違って鍵盤を叩くと、弦を弾いて音を出すので繊細で優雅な音色が響きます。こんな風に、わこちらはライアー。ライアーは膝の上に乗せて弾く小さな縦琴です。1926年にドイツの思想家ルドルフ・シュタイナーの弟子たちが作り上げた新しい楽器で、日本では映画千と千尋の神隠しのエンディングテーマに使われたことで知られるようになりました。
浜松ライヤーは初めてライヤーを手にされる方用から上級者、演奏家用まで幅広く取り揃えており、弾きやすさ、形状にこだわった楽器でございます。昔から音の癒しの力に注目されていて、音楽療法としても使用されているんですね。大正ごとですね。楽器の町、音楽の町、浜松市で古典楽器を作り続けて42年の制作者を中心に、一般的な工業生産システムを用いず、材料の選択からその扱い方、設計、加工、完成品まで職人たちの手加工により一つ一つ丁寧に作られています。気軽な大衆的楽器という先入観が強い大正ごとの音楽性を芸術の域まで高めるべく、優れた楽器としての大正ごとの確立を目指しています。そして私たちの持っているこの令和ごと、令和ごとをリニューアルしてショルダーハープが生まれ、さらにバージョンアップしてこの令和ごとが生まれました。三層楽器さんではカラーごととして販売されています。一台一台熟練した職人さんの手作りで心を込めて作られています。弾いてみるとすごく楽しいですよ、令和ごと。今からみんなで演奏してみたいと思います。それでは聴いてください。マリオブラザーズ、ワン、ツー、スリー、フォことひめは4人で朝7時半から千葉テレで放送中のアニメとバラエティが合体した番組ドルアニという番組に出演させていただいております。そしてですね、なんと私たちは一人ずつ先生として子どもたちにいろいろなことを教えているんです。はい、まず私はニコ先生として歌を教えています。
季節にはこういう歌があるよねとか、こういう感じの歌みんなで歌ってみようって感じで、子供たちと一緒に歌の楽しさだったり、みんなで歌うことの恥ずかしくないよとか、あのみんなで歌うことの楽しさっていうのを教えていっています。じゃあさゆかさん。私は鈴鹿先生なんですけど、道徳の授業をしております。紙芝居って分かりやすく書いて、でも内容は食べ物は残しちゃいけませんよ、命は大事にしてくださいとか、あとごめんなさいをちゃんと言いましょうなど、すごい真面目な授業をしております。ぜひ千葉テレビ見られる方は日曜日朝7時30分から見てください。はい、はい、私はですね、海猫先生っていう名前で、子どもたちに、一緒にゲームをしたりとか言葉遊びをしたりとかして楽しんでいます。じゃあゆかちゃん。はい、私はゆか先生としてお絵かきの授業をしています。例えばお花を描いて、そのお花に何か話しかけてみようとか、絵の楽しさについてみんなと一緒に授業をしております。はい、そして先ほどニコちゃんが言っていたアニメとバラエティの合体番組なんですけど、そのアニメは定山ミャオという台湾で人気の猫アニメなんです。で、私たちもあの声優をしております。はい、そして主題歌もなんと令和こと姫が担当させていただいております。今から皆さんに聞いていただく涙の革命という歌はアニメ定山ミャオシーズン2の主題歌でございます。はい、それでは皆さん聞いてください。涙の革命。これから生き抜くために、
義の歌。本日は誠にありがとうございました。